JWP 女子プロレス旗揚げ25周年を記念して、ピュアハート、ピュアレスリングの歴史をひも解く JWP クロニクル、旗揚げから団体対抗戦。1992年2月27日、ジャパン女子プロレス解散に伴い、新たに JWP 女子プロレスが設立される。JWP 女子プロレス、篠崎代表に旗揚げの経緯を語っていただいた。これはちょっと複雑な事情はいろいろありまして、92年ですね、1月の熊谷だったかな。解散するというのは、前に伝わってましたけども、純粋にそのプロレスに、彼女たちがですね、集中できるようにという意味で。そして2017年で旗揚げ25周年を迎える JWP の旗揚げメンバーであるコマンドボリショイに当時の状況を振り返ってもらった。これから話をする話を聞く気がないやつは出ていけっていうようなことを言ったので、出ていかなかっただけで、そこでもう残った人が死んだんだってなってたので、いやおかしいなと思って。1992年4月3日、プロレスの聖地東京後楽園ホールで JWP 女子プロレスは旗揚げ。場内は満員の観衆で埋め尽くされ、その期待度は高かった。 JWP 旗揚げ戦のメインはキューティー鈴木、尾崎真由美対ダイナマイト関西、福岡ひかり。女子プロレスの新風景、団体が目指すピュアハート、ピュアレスリング、その真髄が垣間見られる熱い戦いが行われた。最後みんなでリングに上がった時に、お客さんがすごい拍手してくれて、あ、またプロレスができて本当に良かったなって、それがすごい心から思って、だけどこの拍手に甘えてたらいけないなと思って、もうやっぱり次からが本当に勝負なんで頑張ります。そうですね、やっぱり試合できたのはすごい嬉しいんですけども、でも試合ができただけで自分が思っているようなレスリングとか、すごくお客さんが満足してくれる試合をするにはすごく大変なことだと思うんですね。だからそういう試合ができるようになって、お客さんとかももっと本当に喜んでくれるようなプロレスができたらいいなと